黒富山を目指してます。今日の浅間山は噴煙どうなってるんでしょう。それではスタート。はい、登山系写真家のトム川崎です。今日はですね、クロスコース登山口というところに来ています。こちらですね。で、今日は今こちらにいるんですけれども、このままクロス山まで登ってですね、途中遠見の頭とかあるんですけど、クロス山までの登って、ここにあるですね浅間山を望みたいと思います。それでは行きたいと思います。スタート。よし、はい、ではスタートですね。あれ、これどっち行くんだろう。表コース、中コース、あ、ここは表ですね。表の方が風景が綺麗なので、まあ、帰りちょっと状況によっては中コースは歩きますけども、基本的には表行きたいと思います。で、今日はですね、天候は最高ですね。実は前回の動画ですね、天池から行って北八ヶ岳ロープウェイまで行った動画ですけれども、こちらの翌日ですね、今日は。よいしょ。なので連続で、若干疲れもあったんですけれど、まあ、今日長時間のコースではないんで、ゆっくり行きたいと思いますね。あと、皆さんちょっとお気づきだと思いますけど、今日はですね、仮面かぶってます。正式名称なんだっけな。ダセでした。ちょっとですね、昨日はあまりにも寒かったんで、鼻のあたりが青白くなってたんですよね。まあなんで今日はちょっとしっかり、覆面かぶってですね、頑張りたいと思いますね。それでは行きましょう。早速ですけど、覆面脱ぎました。ちょっと樹林帯の中歩いてるので暑いですね。あと、サングラスがちょっと曇るので、やっぱりあれですね、ちょっと覆面つけるんだったら、ゴーグルも持ってきてるんですけど、ちょっとゴーグルにしたいと思いますね。まあなんで、ちょっと風出てくるまではまだ、ちょっと昨日のスタイルでいきたいなと思います。よいしょ。こんにちは。よいしょ。おぉ。だいぶ景色が開けてきました。これが多分表コースの醍醐味ですね。しかしあれですね、昨日の北横岳は、今これついてる足跡のトレースですね、これがなくて、しかも積雪が多くてちょっと断念しましたけども、今日はしっかりトレースがあるので歩きやすいですね。これは頂上まで今日行けるんじゃないかなと思います。結構ね、下りも普通の登山靴だと大変ですけど、
12本アイゼンは滑らないですね、全然いいですね。だいぶゆっくり登ってますけど、登り始めてから45分くらいですかね。なんか景色が絶景の予感がします。すごい。向こうに見えてるのが八ヶ岳かな。あれが南アルプスですかね。あそこが八ヶ岳で南アルプスかな。すごい。ああ、黒富山が見えました。あそこ登山道ですね。目的地があそこですかね。いや、もうすぐですね。浅間山は今でも活火山で、あの警戒レベルの2なので、あの付近だけ登山禁止なんですけども、あのもし万が一噴火した場合にはこういう風にシェルターがありますね。ちょっと中に入ってみますね。ここですね。
見えますかね。こんな感じでシェルターの中に入って、浅間山はこっち方面にあるので、噴火してもここに逃げればなんとか生き残れるっていうことになってます。ちょうど誰が作ったのか、だるまがありますね。すごいリアルだ。おお、すごい。いやすごいですね。煙がはっきり見えますね。よし、キュートですね。来ましたね。さっきあの替えのバッテリーにですね、インスタ360の替えのバッテリーに変えようとしたら、なんとフル充電したはずの電池が全然つかなかったですね。あれですね、多分寒くて気温が低いとバッテリーなくなるのか、あっても使えなくなるのか、いずれにしろちょっとこの温度だとバッテリーは使えないみたいですね。なんで今体のそばに入れた、ポケットに入れて温めてます。あ、すごい、すごいな。ああ、遠見の頭までやってきましたね。はい、浅間山です。おーおー、浅間山絶好の場所です。あの昨日から今日にかけてですね、あのこのマイナスの温度の中で充電できなかった件ですが、10分くらいバッテリー温めてたら充電できるようになりました。ちゃんとあれですね、 USB のモバイルバッテリーだけ温めても充電できなくて、インスタ360R のあのバッテリー自体もしっかり10分くらい肌で温めないとダメでしたね。でもこれが分かっただけでも今回の登山収穫ですね。とりあえずしっかり気をつければバッテリー2本で自転車操業で冬山登山も行けますね。よし、では頂上を目指して頑張りますか。あと一息。はい、黒布山に到着です。ここですね。意外と最後はあっさりでしたね。遠見の頭からは。よいしょ。よいしょ。はい。じゃあ少しここで撮影してから下山したいと思います。
ために買ってきたんです。あ、あれ？あ、あれ？そういうことか。置かないとダメなんですね。よし。もう二つ作ろう。見てください。よし。完成しました。黒部山の頂上にまだいます。あそこにですね、富士山も見れますね。ちょっと後でさっき気づいたんですけれども、後になってから気づいたんですけど、はい。で、黒部山今こんな感じですので、はい、あ、ここの登山者来ましたね。はい、では下山します。
無事に登山口に戻ってきました。結構ですね、アイゼン歩行にちょっと慣れてないせいもあってつま先が痛いですね。ちょっとこの辺勉強、歩き方の勉強を今後もしていきたいと思います。あと靴ずれですね。昨日片足靴ずれしてたんですけれども、まあこのアイゼン用の新しい靴なんで今日両足靴ずれしてますね。はい、まあいずれちょっといろいろ慣れてくるんじゃないかなと思いましてね。で、昨日は、北横岳行けなくて結局池に行って、まだ昨日山登ってないんですけれども、アイゼン12本アイゼンつけて本格登山を始めてですね、ついに今日初めて黒富山に登りました。よし。はい。で、USB のバッテリーで、インスタ360のモバイルも、バッテリーか、充電できなかった件も、なんとか人肌で温めてできるってことを確認できましたし、今後、冬山登山に向けてですね、一歩一歩、トム川崎、成長していきたいと思います。はい、それでは、トム川崎の登山チャンネル、気に入っていただけた方、応援していただける方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。トム川崎でした。